日本一強い芯を持っているボンシュールでございます。どれぐらい芯が強いかというと、シャーペンの芯ぐらいですかね。はい、ということでですね、今回皆さんにご紹介したいのはこちらのね、シャーペンなんですよ。100均でこちら発見したんですが、こちらね、自動芯出しシャープペンって、これ自動で芯を出してくれるという、まあ使ったことないからどんな商品なんてようわかりませんが、まあ一回ポチッと押しゃ、こう書いてても書いててもどんどんシャーシンが削れてきますが、カチャカチャしなくてもいいということらしいんですが、ほんまにそんな商品があるんかいなね。まあ、全然信用してないんで、こちらの商品が本当に勝手に芯を出してくれるのかどうか、今から試したいと思います。まあ、とりあえず開けましょうか。まあ、一回だけ、カチャッとね、芯が出ています。で、これで書くんでしょ？芯はないように見えるんやけど、欠けてる欠けてるよ。何これ、すごいな。すごいわ、ワンプッシュでほんまにずっと欠ける。どうなってんのこれ。これ中身をちょっと分解してみたんですが、写真がうまいこと挟まってて抜けないようになってる。あ、今抜けたけど、この先端部分がやっぱりこれバネみたいになってるから、こうすることでシュイって出てくるんやね。こう勝手にこう減ってきたら、ここが押されることでピョンって勝手に出てくるんや。すげえ面白いなこれ、100均恐るべし。ということで本日は自動芯出しシャープペンシル、まあ、100均ですけどもこちら使ってみました。で、初めはね、これ何言ってんの、嘘つき、わけわからんわーとか思ってましたが、ほんまにすごいです。初めのね、1回だけポチッと押して先端を出してあげたら、ずーっとそのままかけますので、皆様ね、こちらなんで何回もカチャカチャせなあかんねん、煩わしいなーってクソッと思ってた方いるかもしれませんが、こちらの自動芯出しシャープペンでしたら、たったの初め1回だけ押したらずーっと書くことができますので、皆様も気になった方はぜひとも購入してみてください。